はい、どうもおめでとうございます。クロス探偵物語実況を続き返っていきたいと思います。ここに放り出されていまいち何をしたらいいのか分かってないんですけど、夜も遅いしやめとこう。夜も遅いしって言い方的に自分の部屋に戻ればいいのか。これ金丸さんの部屋だ。一旦戻ってみるか。自分の部屋で待つとするか。あ、合ってたっぽいな。何の音だ。いや、全くついていけてないんやけど。移動。こう流れでいくときっとミキさんの部屋だよね。ミキさん。ミキさん。いや、でもなんか仕掛けしたんやろ。ミキさん、返事をしてください。ケン、どうした。今大きな音がしただろ。もしやと思ってミキさんの部屋に来たんだが返事がないんだ。なんだって。ケン、ぶち破ろう。いや、ミキさんは死なないよ。未然に防いだよ、絶対。あ、え、嘘やろ。ミキさん、え、嘘やろ。ダメだ、ビクともしない。あれだけの音がしたんだ。二人で動かせる重さじゃないだろう。1トンくらいであるだろうな。え、なんかしてたやん。しかもこの出血、天外に刃物、もしくは鋭利なものが取り付けてあったに違いない。他の人を呼んでくる。これ分かった、違う人の死体を置いてるんじゃないか。あ、ちょっと待って、行っちまいやがった。さすがにミキさん死なないよね。しかも分かってて。ミキさん、ミキさん、皆さん力を貸してください。これをどけましょう。無理だ、もう助からない。しかし四方の柱がレールのようになって真上にしか動かせないんだ。この人数じゃ無理だよ。もう手遅れだ。お前にも分かってるだろ。くっ、これ演技臭いな。まさか寝てるとこをやられるとはな。おい、ケン、何をボケットしてたんだ。君がミキさんを守るって言ったんだろ。ほんとな、それはほんとそうなんやけど、わかってる。いや、すまない。君を責めても仕方ないよな。いいさ、守れなかった俺が悪い。もう、いや部屋に戻りましょう。何、ちょっといい感じになろうとしてんだよ。ケン、僕は彼女を部屋に送ってくる。後を頼む。俺も部屋に帰るぜ。夜が明ければ無事解放されるんだ。いや、ほら、行くぞ。沢田さん、あとは俺がやりますから、部屋に戻っていてください。はい。沢田か。椎名さん、やっと着いたみたいだ。そうか、沢田か椎名やと思ってるんやけどな。俺、カレンダーの最後に書いてあった料理、やっと分かったよ。あの、かすれてて読めなかったやつか。ああ、あれはきっとサンドイッチだ。最初が S で、4文字目が D、7文字目が C。ああ、サンドウィッチね。何より、ミキさんの殺され方を見れば一目瞭然だ。間違いないな。ケン、これからどうする。一応カレンダーに書いてあった殺人予告は全て終わった。犯人の性格から見て予告にない殺人は行わないと思うが。とりあえずここを調べて。調べて。次はこっちの番だ。は？お前もしかして犯人が分かったのか。いや、まだ分からない。だったらおとなしく夜明けを待った方がいいんじゃないか。犯人は何人も殺したか約束は破っていない。朝になれば無事解放されると思うが。犯人が約束を守ってるだって。ふざけんな。ビデオの中に秘密が隠されてるとか、見終わった時新しい発見があるとか、嘘ばっかじゃねえか。いや、それは違う。犯人は嘘を言っていないよ。ビデオの中に隠されていた秘密とは、あのビデオが殺人のための原因タイム、時間稼ぎだったということだ。そして見終わった時の新しい発見とは、吉岡さんの死体だ。犯人の言った通り、我々は新しい死体を発見したんだよ。そういう意味か。だから犯人は一切嘘を言っていない。あの放送通り、夜が明けたら全員無事に解放されるはずだ。今余計なことをして犯人を刺激するのはまずいんじゃないか。もちろん犠牲者をこれ以上増やすつもりはない。でもこのまま黙ってるわけにもいかない。分かったよ、気の済むようにやれ。僕も協力しよう。ただし犠牲者をこれ以上増やさないよう細心の注意を払えよ。分かった。僕にできることはないか。今はない。少なくとも1時間くらいは一人で行動させてくれ。分かった。僕も少しばかり気になることがあるから、自分の部屋で調べ物をしてくるよ。じゃあな。
マークも怪しいっちゃ怪しいか。一応この部屋も調べとくか。一応って何？この部屋ぐらいしか調べるとこないやろ、もはや。まあ調べるとしたらクローゼットとかじゃない？ああ、特に調べれないのか。まあこれも調べるよね。こんな重いものが落ちてきたのではひとたまりもないだろう。なんか死体っていうか、なんか人間の体みたいなの担いでたもんね。ケン、なんかさっきミキさんの部屋に入る前に。だから俺はきっとミキさんは無事だと信じてるんだけど。人を調べたもんね。これで一旦出てみて、でもう一回入ってみるか。もうミキさん、あー、これで OK だね。もうミキさんの部屋は大体調べたな。あー、じゃあもうこれで OK なのか。あとはどこに行けばいいんだ。なんかこれ結構急に放り出されるからな。これ山崎さんの部屋だ。ここに用はない。ここは熊川さんの部屋だ。ここに用はない。あー、ってことは入れるところがあるってことか。ここ剣の部屋だよね。ここは俺の部屋だ。あー、そんだっか。金丸の部屋を入れたことないかな。ここはマークの部屋だ。ここに用はない。あ、どこだ。吉岡さんの部屋をもっとよく調べておこう。ほうほうほう。この調査パート結構大変だよな。中にはテレビとビデオが収められている。この窓もはめ殺しだ。ここ柱とか調べた方がいい。この館の主のセンスを疑うよ。結構おしゃれだと思うけどな。俺の部屋にあるものと同じだ。こっちもベッドはシーツだ。真っ白なシーツだ。ベッド天蓋付きだ。てかこんな天蓋に殺される可能性とか、こんだけ殺人起こってたらワンチャン考えそうなもんだけどな。電気スタンド、色形という俺の部屋のものと同じだ。あとはクローゼットだけか。箱、木製のテレビケースだ。あ、これビデオ見れるんじゃない。よっ、例のビデオは入ったままだな。そうだ、吉岡さんのビデオをチェックしとこう。ん、再生、巻き戻し、再生。動かないか。テープが最後までいってるな。ああ、じゃあ巻き戻し。巻き戻ったようだな。カウンターがゼロに戻ったぞ。懐かしいな。今ビデオ知らない人もいっぱいいるもんね。さっきのカウンターが30分のとこだったから、このテープには約30分の内容が入っていたということだ。再生。変にリアルやな。このままずっと見ている時間はないな。早送りってこと？再生？早送り？再生？どっちでもいいよ。ごまんはずっとついてる時間はないな。ああ、結局す。ってことは早送りか？早送り。最後までいったな。あー、え？動かないか。テープ、あー、最後までいっちゃいけないのか。ってことはスローか。なんかめんどくさそうやなこれ。早くしてくんない？スロー。スローで見ると時間がかかるな。だろうね。え、でも再生でもダメないでしょ？スロー。スローで見ると時間かかるな。じゃあ再生。早送りは最後までいっちゃうもんな。このままずっと見てる時間はないな。でも早送りしたら最後まで行くやん。どうしろと。スロー。
なんかある程度の場所まで行ってスローを使わなきゃいけないみたいな感じなのかな。うん、スローで見ると時間かかるな。だよね。なんかそんな感じっぽいな。この再生してる時間長いんよ。結構間があるんよ。うん、じゃあスロー。巻き戻しは絶対意味ないやろ。なんか変われ。特に何もないのかな。何もないことないよな。あ、これ、あ、来た来た。吉岡さんが一人で大広間に行った謎が解けたぞ。本当？え？で？大広間に行けばいいの？今回情報量少なすぎるんよ。大広間行ってみるか。じゃあ結局この真ん中の変な部屋は何やったんやろな。今んとこ全然関係ないんやけど。大広間。あれ、何か起こるかなって思ったんやけど。ポインタ、ポインタ、これか。あー、特に日曜日が右端にある。そんだけ人殺し。これ人殺しまで合わせる理由ってあんのかな。あ、特に何もないのか。これはまたカットか。何か起こるまで。まあ、いろんなとこ片っ端から行ってればいいのかな。さ、バーバーに熊川さんの死体ってまだあんのか。ってことは調理場もう特にない。食堂、食堂も特に変わったものはない。沢田ノック。はい、クロスです。夜遅くすみません。何か分かりましたか。いえ、何も分かりません。ちょっとお話があるんですが、俺の部屋に来てもらえませんか。はい、いいですけど。おお、すんなのか。これは見る。結構いいスタイルしてるな。撮るって何。撮る、ご機嫌、相撲、服。ご機嫌。もう少しの辛抱ですよ。あと数時間で夜が明けます。それまで俺が守りますから。ありがとうございます。こいつ怪しいよな。でも相撲、とてもそんな気にはなれませんけど、命令であれば取ってくれんの。そうそう、冗談ですよ。でもなんかこの取るっていうのが気になるな。服、あ、何をするんですか。いや、すみません。そんだっか。聞く、熊川、石倉、今村。取る服。やめてください。あ、変わった。沢田さん、俺の言うことなら何でも聞くんでしょう。でもあと少しでお父さんの借金がなくなるんですよ。ここで棒に振るのもバカらしいじゃありませんか。ここは俺の言うことを聞いといた方がいいんじゃないですか。ない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 、急やな。私どうしろと。決まってるでしょ。服を脱げって言ってるんですよ。え、なんか証拠みたいなのがあんのかな。服に。当然です。やっぱこいつが犯人なんか。わかりました。電気を消してください。え、大丈夫。電気消して。沢田さん、実は相談があるんです。何でしょう。これはあなたが犯人じゃないという確信を得ました。あ、犯人ではないのか。だから協力してもらいたいんです。協力。簡単なことです。今から全員を集めてお茶を出してもらいたいんです。実は俺ハルシオンを持っているんですよ。何ハルシオンって。ハルシオン、強力な睡眠薬。睡眠薬。
味もほとんどないので、飲み物に入れても気づきません。これを俺と沢田さん以外の全員に飲ませるんです。そうすれば必然的に犯人も寝てしまう。これを飲めば12時間は絶対に起きませんから、夜が明け次第2人で山を降りましょう。あとはどうなるか知ったこっちゃない。俺たち2人は確実に助かります。あ、これなん、やっぱこいつが犯人なのか。この沢田さんをはめようとしてない？そんなことできません。何言ってるんですか。このままじゃ殺されるかもしれないんですよ。ここにいる連中なんかろくなもんじゃない。死んだって構わないでしょ。嘘くせー。どうしても両親が痛むのなら、山を降り次第警察に連絡すればいい。全員寝てる間に来てくれますよ。これなら誰も死ぬことはない。殺人が未然に防げるんですよ。あなたのお父さんの借金もなくなります。選択の余地はありません。これは命令です。やっぱりこの人なのか。わかりました。じゃあ俺みんなを呼んできますから、沢田さんはお茶の用意をしておいてください。でも皆さんお休みになっていらっしゃるんじゃないかしら。大丈夫ですよ。犯人が分かったって言えばみんな飛び起きてきます。そうですね。じゃあ私用意しています。おお、やっぱこの人をはめようとしてるようにしか思えないな。なんだ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 。声かけに行けばいいのか。じゃあ椎名さん、椎名さん大丈夫かな。はい、クロスです。夜遅くにすみません。どうかしました？ちょっとお話があるんですが、大広間まで来てもらえませんか？え、これからですか？ええ、全員に集まってもらってるんです。椎名さんもぜひ来てください。なんだったら僕が大広間までついていきますから。わかりました。クロスさんにご一緒していただけるなら行きます。ありがとう。お、で、石倉さん寝てるかな？誰だ？クロスです。なんだこんな夜中に。今からちょっとお茶しようと思ってるんですが、石倉さんもどうですか？てめえ、はったそれでいいのか。なんでこんな夜中にお茶なんかしなくちゃなんねえんだよ。犯人が分かったって言ってもですか？何？本当か？まあ来るか来ないかは石倉さんの自由ですけどね。おい、犯人って誰なんだ？やっぱりモンスターか。今は教えてきません。知りたければ大広間に行って待っていてください。分かった。で、あと誰だっけ。ここは誰の部屋だ。ああ、吉岡さんの部屋か。ってことはもう死んでていないから。マーク、おい、マーク、俺だ、クロスだ。どうした？ちょっと下へ来てくれ。大事な話があるんだ。話なんかここでもできるだろ。いや、全員集まってもらってるんだ。マークも大広間に行っててくれ。もしかして犯人が分かったのか？いや、残念ながらまだ分からない。そうか。でもそんなんじゃ他の人は集まってくれないだろう。もしかしてお前、他の人には犯人が分かったって？へまあね、今椎名さんと一緒にいるんやから変なこと言うなよ。なんてやつだ。犯人が分かってないってみんなにバレたらどうするんだよ。まあなんとかなるだろう。まったくいい加減なやつだな。というわけだから大広間に行っててくれ。分かったよ。あと誰だ。あと今村か。今村ここだよね。今村さん起きてるかな。はい、クロスです。ちょっといいですか？どうした、こんな夜中に。実は犯人の目星がついたんです。みんなに集まってもらっているんです。え、それは本当かい？ええ、全員大広間に集まってもらっています。今村さんも来てください。わかった、準備をしてすぐに行くよ。これで全員に声をかけたな。俺も椎名さんと一緒に大広間に行こう。椎名さん、クロスです。下に行きましょう。ああ、まだついてきてないのか。はい。おい、いつまで待たせるんだ。まあまあ、そんなに慌てないで、もうちょっと待っててください。準備できましたか？はい。
じゃあ俺が持っていきます。沢田さんは組織の人間だと思われているでしょうから。何も入れてませんけど。分かってます、あとは俺がやりますから大丈夫です。おい、今それどころじゃねえだろ。何のんきに茶なんか入れてんだ。まあせっかく入れたんだから飲んでくださいよ。ケン、これもう何か分かってんのかな。でも。ああ、大丈夫ですよ。俺が入れるとこ見てましたし、念のため沢田さんにも飲んでもらいました。絶対に毒は入っていません。茶なんかいいから早く話せよ。兄は誰なんだ。せっかく入れたんですよ。そんなこと言わずに飲んでください。怪しいな。わかったよ。どうやらお茶を飲まないことには話が進まないらしい。怪しいと思うやろ、普通。いただこう。ん？何？どうしました？あそこに人影が。何ですって？皆さんここにいてください。俺が見てきます。マークも来てくれ。これ椎名か、犯人。大丈夫、誰もいませんでしたよ。何かの見間違いだったのかしら。とりあえずお茶でも飲みましょう。さあ飲んだぞ、早く話せ。犯人は誰なんだ。まずこのカップを片付けましょう。沢田さん、お願いします。手伝いましょう。いい加減にしろ。お前本当は犯人が分かってねえんだろ。実は犯人を特定するためにはここじゃまずいんです。ここじゃまずいってどういうことだい。2階の真ん中に大きな部屋があるでしょ。そこでお話しします。場所なんてどこだっていいじゃねえか。そうもいかないんです。犯人を知りたいなら協力してください。ちっ、ふざけやがって。緑が見えてないんじゃないのか。血が見えてないのか、犯人は。なんか椎名さんの目やたら赤くなかった。それが関係あんのかどうかわかんないけど。待ってください。てめえが今2階に行けって言ったんじゃねえか。普通に行ったんじゃダメなんです。俺の指示に従ってください。何考えてんだこいつ。てめえいい加減にしろよ。彼の言う通りにしよう。それで犯人がわかるのなら。で、どうすればいいんだ。今から説明します。沢田さん、何かご用でしょうか。今から話すことを聞いてください。そして沢田さんも参加してください。わかりました。俺が先に2階に行ってますから、5分経ったら1人ずつ1分おきに上がってきてください。途中に道順を書いた紙を置いてきますから、必ずそれに従ってください。2階の部屋に行くのに道順なんかどうでもいいだろう。とにかくクロス君の言う通りにしよう。お前結構全面的に信頼してくれるようになった。そんだけエリスの制服欲しいんかな。それからどうすんだ。それだけです。マーク、お前は監視役をやってくれ。どういう順番でもいいから、必ず1分おきにここを出るようにして、最後にお前が上がってくるんだ。いいな。わかったよ。じゃあ俺は先に行ってます。何がしたいんだ。5分経ったな。石倉、お前行けよ。俺は後から行く。こういうのは一番最初は良くねえからな。じゃあ僕が行くよ。1分経ったな。椎名さん、行ってください。はい。沢田さん、どうぞ。待て、俺が行く。じゃあ沢田さん、行ってください。はい。え、もう全然何してんのか分かんない。もういいな。あー、なるほど。これは犯人は左に進んでください。気づいてたのか。中に入ってください。なるほど、考えたな。空いてる席に座ってくれ。おい、全員揃ったぞ。早いとこ犯人を言えよ。じゃあこれから説明します。皆さん座ったまま聞いてください。誰だ。この6名間での一連の殺人事件は、毒蜘蛛という組織が目障りな人間を消すために計画したものと思われます。そんなことは分かってるよ。黙って聞いてください。そしてもう一つの目的、それは生き残った人間、つまりここにいる人たちが毒蜘蛛に逆らう気をなくすようにすることです。うん。
ここにいる人たちってどういうことだ。我々は最初から生き残るはずだったってことかい。その通りです。けっ、バカバカしい。俺は自分の力で生き残ったんだ。死んだ奴は間抜けだったんだよ。黙れよ。僕もそう思うな。甲冑が倒れてきたり、最初にシャワーを使った者が殺されたりしてるんだ。誰が死んでも不思議じゃない。そこが犯人の悪魔的な頭の良さなんです。ターゲットだけを普通に殺したのでは、生き残った人たちは自分は狙われなかったということが分かってしまう。一歩間違えば自分が死んでいたかもしれないと思わせることによって、我々に恐怖心を植え込もうとしたのです。でも実際は毒蜘蛛が狙った標的だけを確実に予定通り殺害していっているだけなのです、うんうんうん、だったらそんなまどろっこしいことしねえで全員ぶっ殺せばよかったじゃねえか。言い方な。それじゃあダメなんです。犯人はこの6名間での事件を世に知らしめたかった。生き証人を作りたかったんです。ああ、なるほどね。スクープとして取り上げてくれる人間が欲しかったんだ。何のために？毒蜘蛛の恐ろしさを知らせるためです。毒蜘蛛という組織は冷酷非道で、逆らう者はみんな殺す。そしてその手口は巧妙で、犯人を見破ることはどんな人間にも不可能だと思わせたかったんです。なるほど。あの高梨ロシを破った名探偵でさえ。なるほどね。だから剣ですら解決できなかったような殺人事件を仕組むことができるすげえ組織だっていうことを世に知らしめたかったんだね。手も足も出なかったってことを我々ジャーナリストに伝えてほしかったってことだな。そんなとこです。ロシュ先生は負けたわけじゃないぞ。大体毒蜘蛛の目的がそうだったとして、どうやって犯人はこの中から殺したい人間だけを殺したんだ。順を追って説明します。まず犯人はこの6名館の至るところに罠を仕掛けました。今村10円ハゲあるやん。いや、前も気になってたんよ。これにより自ら手を下すことなく安全に殺人を行うことができたのです。初日の夕食、犯人はあらかじめ斧を持った甲冑がリモコン操作で倒れるように細工し、我々を座らせます。そしてターゲットの一人だった金丸さんを殺害しました。おい、一体どうやって犯人は金丸をあの席に座らせたんだ。普通あの席の並び方では、金丸さんが座った席とその反対側、つまり俺の座った席が埋まるのは最後になるはずです。あの席はメインゲストや屋敷のオーナーが座るものだし、日本人は目立つのを嫌がりますから。そうだな。現に俺が最後から2番目に来た時にはその2つの席が空いていました。俺は上座に当たる席よりも下座の方がいいと思い、あの席に座ったんです。一番最後にやってきた金丸さんは選択の余地がなくあの席に座ったんです。うん。多分犯人は金丸さんが最後になるよう何らかの手を使ったのでしょう。それだけでは金丸さんがあの席に座った理由としては弱いんじゃないか。そうだな。確かに金丸さんが亡くなった今、はっきりとしたことは謎だが、犯人は何らかの手を使って金丸さんをあの席に座らせたんだろう。ま、それはいいとしよう。次のシャワーはどう説明する？犯人は夕食の席順にもう一つ細工をしました。斧で真っ二つになった金丸さんの血を浴びる席を確定したんです。ベジタリアンである熊川さん専用の食事を沢田さんに命じて、あの席に置き、熊川さんを座らせました。それは何のためだい？山崎さん以外にシャワーを使わせないためです。普通の人があれだけの血を浴びたら真っ先にシャワーを使って洗い落とすはずです。そうだよね。しかし元プロレスラーの熊川さんは他人の血がつくことなんて何とも思わないの。ちょっと無理ないか。そんなんとも思わないことないやろ。だって目の前であんな死に方したんやで人が。それは犯人には分かっていたのだと思う。いや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 。そして山崎さんに
俺が高梨露州の孫娘と付き合っているらしいという情報を流し、俺に近づかせた。山崎さんが色気を武器にスクープをものにすることも計算の上だったのです。はいはいはい。君が山崎さんの誘いに乗らなかったら、犯人はこの俺の性格も熟知していたんだろう。あ、じゃああそこで家にしたらどうなってたやろ。家っていうか誘いに乗らないにしたらどうなってたやろ。君が山崎さんに誘われたらスケベ心を起こして誘いに乗ることを犯人は確信していたってことか。そういうことになる。赤順といい、君は犯人にいいように利用されてるな。耳が痛い。そうだな。でも、もしかしたら。なんだ？もしかしたら犯人はどちらでもよかったのかもしれない。山崎さんでも熊川さんでも。山崎さんも熊川さんもどちらも殺すターゲットだったから、どっちが先に死んでもよかったってことか。そうだ。それは違うな。あのカレンダーには殺す順番と人が指定してあった。明らかに犯人は全て予定通りに殺人を行ったんだよ。うん。先を聞かせてくれ。次に殺された熊川さんですが、これが一番痛かったよな。ご存知のようにあの椅子にはある一定の重さがかかるとピンが折れ、座面が落ちるように細工してありました。椅子の支柱は鋭い槍のようになっていて、一度刺さったら抜けないよう返しがついていました。あの罠は全ての椅子に仕掛けられていて、熊川さんはどの椅子に座ってもあの結果になっていたと思われます。前日座っても平気だったのはストッパーが取り付けてあったからで、犯人は夕食で全員が集まる時間を狙ってストッパーを外したのでしょう。犯人は吉岡さんが先に座ることは想定していなかったのだろうか。確かにその点に疑問が残るんだ。あの時吉岡さんと熊川さんはほぼ同時に部屋に入ってきた。君が吉岡さんを呼び止めたから熊川さんが先にあの椅子に座ったんだろう。犯人は吉岡さんが先に座らない確信があったのか。君の取った行動が犯人には予測済みだったってことか。うん？そんな。確かにあの時俺は吉岡さんを呼び止めた。それは俺の選択なんだけどね。しかし熊川さんとどちらを呼ぼうか考えた末、吉岡さんを呼んだんだ。特にあんまり何も考えてなかったんですけど。あのカレンダーに書いてあったわけだから、犯人は熊川さんが先に座るのは分かっていたことになる。まさか犯人には予知能力があるってのか。あるか。どうやら犯人は君の考えることが手に取るように分かるってことだな。おいおい大丈夫か。今お前がやってることも犯人には全てお見通しなんじゃねえのか。そう言われても仕方ないよな。石倉、少し黙っててくれ。クロス君、続けてくれ。熊川さんを殺した犯人は自分のヒントがあると俺たちの興味を引き、ビデオを配った。他の人とは違い、一人だけ短い内容しか入っていなかった吉岡さんはビデオを見終わった後、大広間に行きました。大広間では犯人が待っているのを知らずに。吉岡は一体何のために大広間に行ったんだい？ジュースを飲みに行ったんです。は？おい適当なことを言うなよ。大体デブは食堂で殺されてたんだぞ。大広間じゃねえだろ。大広間ですよ。血ついてたもんね。吉岡さんはリンゴジュースを飲みに大広間に行ったんです。リンゴジュース。ケン、大広間はわかるが、なんでリンゴジュースなんだ？犯人はどうして吉岡さんが大広間に来ることが分かってたんだ？犯人はビデオにある細工をしたんだ。どうしてもリンゴジュースが飲みたくなるように。そんなことができるわけねえだろ。それができるんですよ。ん？リンゴジュースを飲ませるために使ったトリックは知らんがな、知らんがな、知らんがな。ビデオ、ビデオ、ビデオか。ビデオ。ちょっと待ってな。ビデオ、ビデオ。
ピでお、まさかこんなん来ると思ってなかったわ。そうじゃないはずだ。どういうことどういうこと。リンゴジュースを飲ませるために使ったトリックはあのビデオの中になんかあったってことだよね。ちょっと待ってな、いろいろやってみるか。いろいろやってみるっつったってそんなにいろいろ思いつかないよ。リンゴジュースを飲ませるために使ったトリック、